さあ、揃いましたので早速行きましょう。申し訳ない話をさせていただきたいんですけども、チャットとかですね、今いろいろもしかして書いていただいているかもしれません。ですけど私の方の PC が調子悪くてですね、ツイッチが何度も実は、強制終了しています。ですのでチャットとかの、履歴が消えちゃってます。もし何か資料とか間違ってるとこあったら何度でも書いていただけると助かります。よろしくお願いします。もう7回ぐらいこれで、押して立ち上げ直してを繰り返しております。はい、まあそれは置いといて、試合の方行きましょう。さあ 3P チーム対浦川式チームですね。さあ、3P チーム出てきたのは 1P さんの方。さあ、そして浦川式チームは洋式さんのキャミが出てきました。さあしっかり、勝利で落として、ダメージを受けるのは 1P さんの剣。さあこれは暴れていた。さあ大倉戦のコアからしっかりアロマで繋いでいく。さあこれは表落ち。さあ中打ち込んでいた。さあこれはセビが決まる。さあこれはしっかり1枚つなぐ。しかしまだ残る。さあこれは、スカシギランからしっかり中ピンまでつないで1本目を取ったのは洋式美さんの、キャミですね。中足アロマでしっかりヒット確認をしている。おっとこれは大気が大変になる。しっかりアロマでコンボ決めていく。さあ残り1割ないぐらい。洋式さんの方が逆にも体力満近いところ。そして最後は歩いてっていうのに何。さあ勝ったのは洋式部さんのキャミーですね。さあここで 3P チームは、中堅にアクアさんのキャミーですね。これがキャミーの同キャラ対決という形になりますね。はい、チャットの方みんなありがとう、ありがとうございます。こちらこそまた、参加していただけるのを期待しております。ちょっといろいろ不手際とかあったことはすみませんがご了承ください。さあキャミ同士の対決。さあコスチュームも一緒。黒い方がアクアさん、灰色の方、灰色でいいのかなね、がヨシキリさん。さあしっかり、各班を、大ダメージを取っていくのは、アクアさんのキャミ。さあこれで3割以上抜けた感じです。さあアクアさんが入る。さあこれで並んだ。さあゲージ状況はアクアさんが2本、ヨシキさん、ヨシキリさんが1本。さあこれ回復もある。さあこれちょっとコンボミスった。さあこれ逃げては決めたのはどっちだ、洋式部さんの方か。さあキャノスパイクが決まった。あーっとこれもしっかりキャノスパイク決めてくる。さあ最後はしっかりガードしてホームを取ったのはアクアさんですね。さあゲージ状況のアクアさんがいい状況。さあこれは中足スパイラルを決めるが
今度はアクアさんの方が逆に、もう追いつきません。許してください。さあ、しっかりこれタイプ取っていく。さあ、ここは暴れていた。さあ、ナギはしっかりグラップしている。さあ、これアローで入れ場所が入れ替わる。さあ、体力リードを取っているのはアクアさん。ゲージは1本1本一緒ぐらいの状況。さあ、投げを通して、さあ、起きてみます。さあ、グラップ潰し、しっかりガードしている。さすが同じキャミチタイか。さあ、ここで中足アローを決めたのは吉住さん。さあ、とこれウルコンがブロッカー、ブロイター。さあ、これで体力並ぶぞ。最後はフォアからしっかりコンボを決めたアクアさんが決め切った。さあ、キャミ同キャラ対決を、制したのはアクアさんのキャミですね。ありがとうございます。さあ、これで両先方が落ちた状態。さあ、浦川式チームが中堅で出てくるのは古川さんの佐賀とですね。先手ボタンは、ウルカスの差額と下タイガーと上タイガーが当たって、ダメージを取っていく。さあ、アクアさんは少しずつ前に近づいていく。まずゲージ1本欲しいところ。さあ、 EX2 でここ行けやる。さあ、ここで飛びが通る。さあ、フリが入ってしっかりアロマにつなぐ。おっと、これはまず投げを通した。もっと今の上タイガーフェイントも、おっと、これもうまい弾抜け。さあ、これ体力はほぼ同じぐらい、ゲージ条件も同じぐらい。さあ、弾抜けを持ってるキャミがなかなか、キャミに対してなかなかショット打ちづらい。さあ、体力をリードしているのは古川さんのサガット。さあ、これは、おっと、古川さんの方もミスをしてしまった。さあ、何やねん、しっかりグラップ。さあ、アロマにしっかり今度つないで。さあ、これはちょっと暴れはしっかりガードしている。さあ、これ半分ぐらいまでいったりして、さあ、表打ち。しかし、ちょっとコンボを見せている。さあ、キャミの、さあ、ここはセリカで逃げる。さあ、2球投げからしっかり最後はアローまでつなぎ、これで取り返して1対1。しかもアクアさんの方はゲージがほぼマックス状況。さあ、古川さんは下体をうまく使っていく。さあ、飛び出してくる、アパから落としていく。さあ、EX 下がりと下ショット打っていく。
さあこれは間違い、かくはん、さあ投げを通す、さあこれ最後逆転、さあ表打ち、さあエビが決まり、さあ打ち込む、さあどこまで減らす、最後はグラつぶしからのコパですね。さあこれでアクアさんが2人抜き、さあ大将で出てくるのは、はじめさんのダッチですね。さあそれアクアさんが3人抜きしてしまうのか、さあそれではじめさんが、頑張って、大将まで引きずり出すのか、おっとここで飛びが通る、さあアロまで繋ぐ、さあここ裏に落ちる、さあどっち側があるか分からない、さあここのグラップ潰してしっかりと上まで持ってくる、さあ残り1割まで持ってった、さあゲージはお互い2本、もっと飛びで通した、さあこれはウルコン使う、おっと珍しいスピンナックル、さあ最後は牽制のタッチ中継があって、当たって、さあ先手を取ったのは、はじめさんのバトリー、さあ珍しい仕込みのアローが入る、さあグラップ潰しが決まる、目が痛い、ちょっとさあ相手から4人まで持ってくる、さあ残り1割まで追い込んだ、さあなんて名前でしたっけ、サンダーボルトでしたっけ、で切り返していく、ちょっと変わった技が出てしまったところ、さあ残り1割のはじめさんどうする、おっコンボがつながらない、あここは我慢のところ、さあちょっとこのウルコン刺さったりか、残り31秒、さあブローはさあゲージを使っていく、しかしそこはしっかり我慢をしているのははじめさんのダトリー、さあ残り20秒切った、さあ最後は遅らせ投げを決めて勝ったのはアクアさんのキャミですね、おめでとうございます。さあこれで 3P チームが、ブロック決勝進出ですね。